大花わらびは花やすりかに属するシダ植物。冬、緑製のシダ。短く直立した根茎の上に単葉体があり、その上に単栄葉体と単胞死体をつける。単葉体の長さは5.4から7.4センチメートルで白色の毛が多く生える。単栄葉体は 長さ12から1 8トル、幅18から2 6トルで3から4回右上複用となり、全体形状は、交互角形、交三角形となる。側を変は、夕柄で三角形、交皮心型となる。最終列片の先端形状は、二部頭から、絵頭で、変円は不規則な影響子を持つ。色は、単力色だが、陶器に変円が赤く色づく。に、 単栄養体全体がくれない変する個体も見られることがある。単胞子体は長さ11から 15cm、幅2.2から 3.6cm、殻の長さ19から 24cm の複水状。胞子散布後も枯れずに残る。胞子表面はトゲ状。N イコール135の6倍体有性生殖種。地中性で従属栄養の配偶体を持ち。 自食率が著しく高い。そのため、わずかな遺伝的変異が固定されやすく表現形質に現れやすい性質を持っているとされる。地中性の配偶体を持ちながら多色も行えることが明らかになり、大花わらび野族内での主観雑誌も複数報告されている。日本、朝鮮、中国に分布する。日本では本州、四国、九州に分布し、 東北地方では稀である。最終値ラベルが北海道と書いてある標本も存在するが出所が怪しいものである。産地の薄暗い臨床などの環境に生育する。大花わらびと同様6媒体の七島花わらびとの推定士官雑種。大花わらびと七島花わらびの根性地に生育する。葉の光沢や巨子の形状が大花わらびと七島花わらびの 中間的な検出である。大花わらび野族内における同一倍数性の種の主観雑種は正常な方子をつけるため、最初は大花わらびの変種として学名がつけられた。名前は発見地である伊豆大島の三原山を指す五人化にちなんでいる。二倍体種赤花わらびとの推定主観雑種。単栄養体が両親の中間的で陶器に美しくくれない変する。 胞子は不燃。赤花わらびは、胞子散布後単胞死体が枯れるが、赤根花わらびは、大花わらびの形質を受け継いでいるのか、胞子散布後も、単胞死体が残る。基準産地の伊豆大島では、半日陰の臨床でごく稀に見られる。伊豆大島固有種である二倍体種、緑花わらびとの推定種間雑種。二倍体種、冬の花わらびとの推定種間雑種。 両者の根性地で稀に見られる。二倍体種、エゾ冬の花わらびとの推定士官雑種。ABCDEFGH に本産シだ植物、標準図鑑1、学研。誠にシだ、白送りたシュゲアニーゼキ、タ,タクサーナミーオブアファイギーラスセルズに、クロモソームナンバーイン、スケプトリディアム。 ザ・ジャーナルオブジャパニーズボタニー三十九百四十から百四十四ビンター JL フリードマン W アーバスキアラマイカー・イゼルシンビアンツインボトリキアムアメリカンジャーナルオブボタニー九十四千二百四十八から千二百五十五マッコーリー・でウィティア DP アンドライリー LM インブリティングアンドザレートオブセルフファータラゼーションイン A グレープフェルン ボトリキアムダイセクトム。アメリカンジャーナルオブボタニー72。1978から1981。ワーグナー、WH、ワーグナー、FS、アンドバイトル、JM、エビデンスフォーインターズパシフィックハイブリダゼイションイン。テリダファイツウィズサブテレニアンマイケパリシティック、ゲイモタファイツ。プロシーディングスオブザロイヤルソサイティオブエディンバラ、セクション B。 バイオロジカルサイエンシズ86、273から281、のりおさはし、ディストリビューションクロモソームナンバーオブ、スケプトリディアムジャポーニカムバリエーション、ジャポーニカム、大花アラビの分布と染色体数について、ザ・ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ボタニー59、58から、60、アツシエビハラ、ナルミ・ナカト・アンド・サダム、松本、アップデイツ・オブ・タクセナミック・トリートメンツフォー、 ファンズ・オブ・ジャパン1、ボトリキアム、オス・モー・リン・ゼイアテリス。ブレディン・オブ・ザ・ナショナル・ミュージアム・オブ・ネイチャーサイエンスシリーズ、ビー・ボタニー41、15から24、AB ・ノリオ・サハシ、モンハロジェクル・タクセナ・ミケル・スタディーズ・オン、アハイ・ギー・ラッセルズ・イン・ジャパン・ザ・ゲイセント、リージョンズ・ニュー・タクサ・オブ・スケプトリティアム・イン・アイル、大島、ザイズ・アイランズ、 The Journal of Japanese Botany 58 240から247ありがとうございます。